予約そう簡単だよね。これでいいかな。針持ってやっていっても、もう夢中で一日がね、楽しく過ごせるので、みんなと会えるなとか思ったりして、そうしてきます。初めは本当に被災した女性の方に仕事を作るっていうことが目的だったんですけど、地方で女性たちがすごく生き生きと働いているっていう事例が全国に通ずるようなプロジェクトだなというふうに思っています。加工工場除きでほぼ 100% の復旧しました。工場が 100% ですね、ええ、看板なんかこう継続させたいっていう気持ちがあったから、で運転資金なんかは地元の銀行さんがねバックアップしてくれましたから、それでなんとかスタートできました。うちらはね、進んでいかなきゃないからね、前向きにいかなきゃ、ダメですよ。まあ大変な、まあ、壊滅的な被害を受けた中においてですね、だんだんアリバイにおいてもですね、復活しつつあるなと、そんな勢いを感じることができました。